時刻は夜8時を回りました。日曜日の憂鬱の時間です。日曜日の憂鬱の時間です、番組パーソナリティカットしない美容師仲間君弘と争わない弁護士工藤敦子です。今日もよろしくお願いいたします。お願いします、はい、この番組は日曜日の憂鬱を希望に変える内容となっております。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、また番組ではメッセージを募集しています、メールアドレス宛先は 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までお願いします、また YouTube でも同時に、配信をしております。 FM ギノワンから、日曜日の憂鬱を検索していただくと、ご視聴できますので、こちらも合わせてお願いします。お願いします。はい、はい、今日はスペシャルなゲストをお迎えするので、はい、すごく、はい、まさかプロレスラーが来ていただけるとはっていうところなのですが、まずちょっとその前に前回の代理っていうところですかね。はい、はい、先週も、はい、前回ですね、南明さん、元吉本で。吉本でダンサーで、はい、はい、今は MC をされている方でしたね。はい、コメントは、東京都世田谷区の小鳥と一緒さんから、秋さんの楽しむのに共感です。声って大切、改めて思いました。思いもしれないことが人生には起きます。同感です。楽しかった。うん、ありがとうございます。で、あと、茨城県つくば市のクラファンさんから秋さんの綺麗な声にうっとりしました。まさに声のお仕事に つくべくしてついたんですね。うん、はい、南明さんにいっぱいコメントいただいてます。はい、ありがとうございます。やっぱりプロの方で本当に美しかったですね、はい、声が。そうですね、もう、はい、そう、正しいことより楽しいこととか、はいはい、頼まれごとは試されごととかおっしゃってましたよね。そのお仕事何でも、うん、来るものはまずっていうの、うん、などなどお話いただきました、うん、はい、アキさんの声を褒めるお便りが続々と届いておりました。ありがとうございました。またコメントお願いします。はい、お願いします。はい、それではちょっとゲストのご紹介をする前に曲ですかね。はい、じゃあちょっとここで一曲お聴きください。尾崎豊さんで街の風景です。はい、ではですね、本日、スペシャルなゲストをお呼びしておりますのでご紹介します、現役のプロレスラーで、全日本プロレスとか、大日本プロレス、また、フリーで、自主興行とかで全国を飛び回ってる現役プロレスラー、アンディ・ユー選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アンディ・ユー選手です。はい、ラジオなんであれなんですけど、マスクかぶってます。見えないけど、一応気合い入れるために通りました。はい、ありがとうございます。まあね、アンディ来てくれるっていうことで、はい、質問の方も、はい、見せていただきました。はい、ね、ありがたいです。そうですよね。なんか、そう、私たち、仲間さんも私もプロレス好きなので、はい、もうレスラーが来ていただいたことが本当に嬉しいですね。そうですね、ありがとうございます。ずっと、ずっと呼びたい、呼びたいって。あ、本当ですか。来ていただけるとはっていう感じですね。え、ありがとうございます。試合明けとかではないですね。試合はそうですね。おととい試合してました、ね。そうですね。実際試合の後はもう、やっぱ体は、痛いんですかね。そうですね。痛いけども、まあ、試合しながら治していくという感じです。あ、わすごいですね。過酷な。
大体年間、あ、毎月何試合ぐらいされるんですか？今年の11月は16試合ですか、ね、はい、16試合、はい、すごいですね。すごいですね。まあ、年間200試合近くじゃないですかね。あ、2日に1回以上ってことですか？2日ね。かなりすごいですね。先週は大阪から九州ツアーで 7連戦っていう。7連戦？はい、結構きつかったです。きついです。きつかったですけど。旅行プラス、はい、プロレスができるという。おお、すごい。楽しかったです。旅行を楽しめる余裕もあるっていう。そうですね。試合して、そのまま打ち上げし、朝までして、はい、で、バスで移動して、試合して、また打ち上げしてっていう、その感じで、まあ、寝不足なんですけど、楽しんでやろうっていう感じですよね。すごい。じゃあ、ちょっとお便りを以上しますかね。はい。はい、東京都中野区在住の 401KY さんからです。アンジー選手に質問です。かけられて一番痛い嫌な技は何ですかっていうことです。まあ、全部嫌なんですけど、はい、チョップ痛いですね、チョップ。逆水平チョップっていうんですね。はいはいはい。はい、あれ。なんか真っ赤になります。そうですね。はい、うん。あれはやっぱエルボーよりチョップの方がやっぱ痛いというか、そうですね。あとは、まあ、ラリアットとかも痛いですけどね。ああ、ラリアット。はいはい。やっぱ関節技とかですね。あ、はい、すぐギブアップしたくなるんですけどね。はいはいはい、はい。まあ、子供とか応援してたら、もうちょっと頑張ろうと思って、あ、いつも力になりますね。やっぱり子供の声援とかは。そうなんですね、はい。いや、あともうちょっと頑張ろうって。実際試合が終わって、まあ、勝った時負けた時とかどっちもあると思うんですけど、はい、やっぱりこう一応意識は朦朧とする感じになるんですか？そうですね。もう終わってから朦朧としてますけど、試合終わった直後はそんなにはっきりしてますね。ああ、はっきりしてるんですね。はい。そうなんですね。なんかスリーカウントね、はい、取られるときとかって、なんか本当意識大丈夫なのかなって思っちゃいます、ね。ああ、まあ意識ないときもありますけど、はい、うん。まあでも力尽きてますね。激しい、はいはい。アンディ選手の必殺技がペイホンっていう、はい、技みたいなんですけど、これはどういった感じなんですかね。はい、その技はメキシコ修行時代に、はい、まあ、練習しててたまたまできたというか思いついた技で、はい、で帰っ、まあ、日本帰ってきて大事な試合の時に出してやろうとずっと思ってた、はい、温めてた技で、でそれからずっと使ってるって感じですね。ここぞという時にしか出さないという技です。毎試合はじゃあ出さないっていう。毎試合出さないですね。もうここで決めてやろうっていう時に出す。最後の一発という必殺技です。でもそれはやっぱり自分にもリスクがあるからっていうところもあるんですかね。いや、リスクは大丈夫です。あ、大丈夫なんですね。はい。じゃあもう本当に、その、大事な時に出すっていう。大事にしたいなっていう技ですね。じゃあ、見られたら観客の方はラッキーですね。ラッキーですね。そうですね。あんまりやりすぎてね、その、なんか、なんていうんですかね、返し技とか思いつかれるじゃないですか。やりすぎたら。ああ、なるほど。あ、そういう駆け引きもあるってことですか。はい。はいはいはい。な、僕の技に慣れてしまうという。ああ。慣れられるのも嫌だな。はいはいはい。なるほどですね。じゃあもう一件ちょっと。はい。はい。東京都在住の、リノベさんから。はい。アンディ選手に質問です。今のマスクやコスチュームのデザインやカラーに行き着いた背景を教えてくださいっていうことなんですけど。最初は、その、武藤さん、武藤敬司さんに、はい。もともと僕は小学校からカンフーをやってたんで、はい。で、それで、覆面かぶれって言われて。覆面かぶれお前はマスクマンになれって言われてです。すごいですね。武藤敬司さんですよね。はい。で、まあ、どんなデザインだろうなと思ったんですけど、やっぱりカンフーってちょっと黄色のイメージあるじゃないですか。はい。ありますね。
じゃあ黄色にしようかな、黄色と黒だろうなと思って、はい、その感じで考えてましたね。おお、なるほど、なるほど。で、中国人っぽい名前をつけろって言われて、はい、もうジャッキー・チェーン好きだったんで、まあ、ジャッキーってつけたらちょっとバレるなと思って、誰にどうしようかなと思って、はい、アンディ・ラウという俳優がいるんですよ。はいはい。で、アンディ・ラウのアンディを取って、アンディ・ウーのウーは武術のブーって意味を中国読みでウーって言うんですね。はい、なるほど。で、僕は武藤さんに憧れてプロレスタイルなんで、はいはい、武術の武藤武藤さんの武をかけて、アンディ・ウーにしようって。はい、ことで誕生しました。はい、それを聞いて武藤圭司選手は何なんておっしゃったんですか？別に何でもいいよって言って。でもすごいですよね、はい。武藤さんがそこに携わってるっていうのがもうまたすごいですよね。まあ、今話題の人ですからね、一応。そうですね。まあ今となってはマスクマンでよかったなと思ってますね。ああ。でもマスクマンでどういうところがいいですか？はい、やっぱ覚えてもらえるし、はい、なんていうんですかね。まあ子供のファンも、うん、多いし、はい、嬉しいですね。うんうん、そうですね。子供受けは しますよね、多分。そうですね、はい、うん。体が身長も大きい方ではないんで、はい、まあ、プロレスラー見て、素顔でやってて、多分あこの人プロレスラーだってあんまり思われないですけど、覆面かぶってたら、はい、もう 100% プロレスラーじゃないですか。そうですね。確かに確かに。だから、もう嬉しいですね、はい。分かってもらえるし、覚えてもらえるし。うんうんうん。そうですよね。なるほど。なんかあと謎めいてていいですよね。そうですね。素顔がわからないし。はいはい。あの個人的な質問なんですけど、うん、あの、このコロナ禍でマスクをするじゃないですか、みんな。はいはい。マスクにマスクをしてましたね。あ、やっぱしてたんですね。はい、そうなんだ。どっちかいらないだろうと思ってたんですけど。それはやっぱりプロレスラーの中でも。あの選手間でもマスクマンはどうするんだっていう話にはなったんです。いや、あんま気にしてないですね。気にしてないな。はい。面白い、マスクオンマスク。オンマスクっていう。サウナのイベントがあったんですけど、はい、これもマスクにマスクでちょっときつかったですね。ああ。なるほど。そりゃクラッとしますね。すごいですね。でもそれはもうちょっと危ないですね。うん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 。危ないですね。しかあの、マスクをしてると、試合中に視界がやっぱり、ちょっと素顔の時より見えにくかったりとか、あと呼吸がしづらいとかっていうのはないんですか？でも、マスクでしか試合したことないんで。ああ、なるほど。はいはい、あんまり、あ、視界は、まあ悪いと思うんですけど、呼吸とかわからないですね。そうなんですね。うん、じゃあもうそれが普通になってってことですね。そうですね。で、一番なんか、なんていうんですかね、自分の中で課題だったのは、やっぱマスクかぶってるんで、うん、表情が見えないんで、はい。だから、あの、なんていうんですかね、感情が伝わらないというか、今痛いのか、嬉しいのか、悲しいのかが、ああ、そうですね。はい。僕は痛いと思ってても、観客、お客さんには痛いと見えてないと。あ、怒ってるのかとか、はい、そう、悲しんでるのか、そういうのがどうやって伝わるんだろうって言って結構悩みましたね。そうですね。まあそれが悟られないっていう意味では、はい、いいのかもしれないですけどね、相手に。戦術的にはいいかもしれないですけどね、はいはい。エンターテインメント的にどうなのかなとか。ああ。ということで、じゃあ、はい、なんか今日いっぱいあのお便り、はい、ですね。じゃあ、はい。はい。はい、はい、お願いします。はい。滋賀県の琵琶湖の、滋賀県在住の琵琶湖のスターさんからで、アンディ選手に質問で、試合前のルーティーン、これをやってから挑む、気合の入れ方、注意している食べ物、飲み物等あったら教えてください。また、京都に来たら、寄ってくださいだそうです。まあ、この、そうですね、このルーティーンっていう、これをやってから挑む、はい、挑む。ルーティーンはですね、ウォーミングアップをしないってことですね。
ウォーミングアップ。はいはいはい。した方が怪我するんじゃないかなっていう。ああ。ありまして。はいはいはい。野生動物で屈伸して狩りに行く動物いないじゃないですか。はい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 。はいはいはい。バレるじゃないですか。屈伸してたら、おやばい、襲われるって。だから、ウォーミングアップいらないんじゃないかなと思って。なるほど。で、まあ、一番気合い入れるときっていう、まあ、テーマ曲鳴る前まで素顔なんですよ。はい。マスク脱いでて、テーマ曲鳴って、マスクかぶって、で、あの、なんていうかね、マスクの後ろに紐があるんですけど、はい。これを縛るときがあれですね。ああ。今日も頑張ろうみたいな感じになりますね。なるほどですね。食べ物とかも全然気にしてないですね。好きなもの食べる感じですね。好きなもの食べて好きなもの飲んで、はいはいはい、って感じですね。なんか、あれなんですか、体重のその、はい、リミットとかそういうのはもう全くないんですね。もうそう、まあ僕はジュニアヘビー級なんで100キロ以下ですね。ああ、なるほどなるほど。なるほど。100キロ以下だったら OK っていう感じになる。そうですね。あお、食事制限してるライオンとかも見たことないですしね。はい、はいそうですね、ちなみに武藤選手もウォーミングアップはされないんですか？全然してないですよ。あ、全然してない、はい、ずっと座ってますね。そうなんですね、はい、すごい、 いきなりもう一回聞いたことありますよ。はいはい、武藤さん、ウォーミングアップとかされないんですかとかって、疲れちまうじゃねえかって書いてました。すごいですね、そういう。そうな。じゃあもうその影響も多少はあるっていう。あると思いますね。あ、じゃあいらないんだな、みたいな。ああ。それまでは必死にやってましたけどね。うんうんうん。でも、すごいやる人もいるんですよね。すごい、いや、そうですね。やることがルーティンの人もいますし、人それぞれですね。ああ、すごいですね。でも武藤さんはやらないと。アンディ選手もやらないと。はい、やらないと。すごい、一気に一気に上げていくんですね。はい、なるほどね。面白いですね、ルーティーン、はい、うん。武藤選手とも対戦はされたことあるんですね。武藤選手のなんつグレートムタって分かりますか？はい、あ、グレートムタ、はい、もう、はい、グレートムタと2回試合はしたことありますね。ああ、すごいですね。憧れですね、でも。まあ、夢でしたね。もうグレートムタと試合するのが一番の目標だったんで。ああ。それ、デビューして2年ぐらいで叶ってしまったんで、はいはいはい、結構伸び悩んだ部分はありますけどね。なんか目標を失って、あ、次何すればいいんだろうみたいな。うん、ゴールしちゃったみたいな感じで。そうですね。でも、これって、あんまり多分、視聴者の方は、プロレスのこと分かんない方が聞いてるかもしれないですけど、はい、これでグレートムタと試合することがどれだけすごいかっていうことです、ね。はいはい、いや、僕は絶対叶わない目標だと思ってたんで、はいはい。叶って、すぐ叶ってしまうって。すごいですよね。ね、すごいですね。でも、その目標を失って、はい。どうしようかなとか思ってるときに、子供がめっちゃ応援してくれてて、その子に買った後、リストバンド、試合中のリストバンド投げたんですよ。はいはいはい。で、その子、で後からなんか、その親から電話かかってきまして、はいはい、会社に、お、実は不登校でって言って、おで、次の日からあのリストバンドつけて、自分から学校行くようになりましたっていう電話です。お、すごいですね。でそれで、ああ、なんか今まで、なんか自分のためしか、なんですか、プロレスしてなかったなと思って。はいはいはい。なんか人のために、なんかもう昔の僕の子供の頃、見てたレスラーにならなあかんなと思って、はいはい、そこから変わっていきましたね。誰かのためにプロレスしようという。だからそれこそもう憂鬱を希望に変えてやろうって。なるほど。素晴らしい。またその希望が誰かの希望になってくれたらなっていう思いですね。素敵ですね、もう。なるほどね。すごい。もう番組のオープニングで毎回使いたいですね。
憂鬱を希望に変えるってね、素晴らしいことですね。でも、あら、はい、ありがとうございます。じゃあ最後のもう一件、はい、頼り、はい、はい、新宿、東京都新宿区在住の、忍者さんからですね、アンディ選手の夢、プロレスに対してとプライベートに対して教えてくださいだそうです。であとアンディ選手が、今後戦っていきたいベスト3を教えてくださいだそうです。何でしょうね、夢っていつもこう何かなと思うんですけど、多分一番嬉しいのはアンディ・ウーを見てプロレスラーになりましたって人が出てきたらめっちゃ嬉しいですね。あ、それが夢ですね、最近思うのは。ちなみにアンディ選手は誰に憧れがあったんですか？僕は武藤さんに憧れ、その保育園の時からもうレスラーになりたくて、はいはいはい、武藤刑事を見てですね。あ、やっぱり武藤、もうじゃあその直なんですね。もう本当に武藤さん に憧れていって、武藤刑事と、まあ武藤刑事じゃないですけど、グレート武藤と試合ができたっていうことが、はい、もうでもすごいですね。それ夢です、ね。そっか。それはすごいですね、でも。でもね、これから、はい、アンディ選手がそういう存在になっていて、はい、うんうん、憧れる。そうですね、そのリストバンドの子は男の子、はい、男の子でしたね。ああ、そういう子がですね、でもなんかアンディ選手と試合するのが夢でしたって言ってプロレスラーになって感動的ですよね。あの時のリストバンドをつけて出てきたらね。ああ、そうか。落ちます、すごいですね。それでリングで会えたりしたらすごいですね、うん、すごい、はい、ちなみにプライベートについての夢っていうのも質問で来てるんですか？何でしょうね、あんまり考えてないですね。考えてない、はい、もう毎日楽しむって感じですかね。正しいより楽しむですね。はいはい。いいですね。結構あれですよね、レスラー同士も仲がいいんですよね。その戦い、そうですね、はい、交流はありますね、うん、戦いたい、あと戦いたい相手ですね。そうですね、ベスト3っていう。誰だろうな。いや、武藤さんとは、はい、同じリングに立ったことないんで。あ、グレート武藤とはありますけど、はい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 、なるほど、武藤さんとはないんで、はい、いや、武藤さんと同じリングに立ちたいなとは思いますね。ああ、もうでも武藤選手も来年の2023年の2月でもう、そうですね、引退ということで今引退ロード真っ最中。いや、もうそれまでにはと思いますけど、まあ、はい、叶わないのもまたいいかなっていうのもありますけどね。ね、夢で終わったっていう。でもね、あの2年でグレートムタと戦えたっていうことはもう、そうですね、事実なんです。それはそれで、うん、マスクも破られましたしね、グレートムタ、グレートムタに、まあ、その時のマスクはもう宝物ですね。ああ、そうなんですね。毒斬りもやられたんですか？はい、やられました。その時の対戦相手が、はい、グレートムタ、グレート歌舞伎。ああ、すごい、すごいですね、これは。めちゃくちゃすごいですね。2人から同時にドッキリするわけですね。ああ、じゃあタッグマッチで。タッグマッチですね。ああ、すごい。すごい。すごいですね、嬉しいですね。はい。なんか、多分2人、歌舞伎、グレート歌舞伎選手も、グレートムタ選手も、もうプロレスラーからも憧れる、もう。そうですね。アメリカでも2人とも成功してるし、うん、いやーすごい。すごい、それを2年で、うんね、出会えたっていうのも。そうですね。そうですね。そうだね。なんか、もともとアンディ選手はなぜそのレスラーになりたいって思ったんですか？もう両親がプロレスが好きで、お、小さい頃からビデオを見てて。はいはい。でそれでなんか強くなりたいなと思いました。おシンプルになんかかっこいいなって。はいはいはい。まあ、仮面ライダー見てるのと同じ感覚ですかね。おでグレートムタを見たときに、はい、あ、ムタかっこいいと思って、ムタになりたいと思って。おお。
すごい。すごい。ね、小さい頃に思い描いていた、はい。まあ、初めて見たプロレスのビデオで印象に残ってるのと覚えてますね。おお。それが、グレートムターだったんですか？そうですね。グレートムター、ハルク・ホーガンがタッグ組んでる。はい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 。ありましたね。はい。そうなんだ。いや、すごいな。ね、なるべくしてですね、レスラー。はい、すごい、もうずっと聞いてたいんですけれども、なんかあっという間にお時間になっちゃいましたけど。おりまして、アニー選手 の、 今後の試合の日程などあったら、はい、ぜひぜひアナウンスしていただきたいんですけど。来月の12月13日に、大日本プロレス後楽園ホール大会があります。はいはいはい、で今、タックリーグ、はい、大日本プロレスのタックリーグ戦をやってまして、うんうん、で今、一番点数高い状況で、おその日も公式戦になるんで、はいはい、まあ、一番優勝に近いんじゃないかなと思ってます。はい、素晴らしいですね。大日本もね、すごい。わかりました。じゃあぜひぜひ皆さん、12月13日は後楽園ホールへ。はい、あ、そうですね。うんうんうん。ぜひお越しいただいてですね。はい、ね。お子様にもたくさん来ていただきたいです。そうですね。うんうんうん。わかりました。じゃあ、はい、残念ですが、お時間が。お時間がなってしまいました。はい、この番組は毎週日曜夜8時から放送されております。またぜひ来週もご視聴いただけると嬉しいです。はい、今日はアンディ・ウー選手に来ていただきました。はい、アンディ選手ありがとうございました。ありがとうございました。皆様また来週おやすみなさーい。はい。